は6月になりちょっと蒸し暑くなってきましたね。でもどうせ暑いならハワイで過ごしたいと思う森藤恵美です。さあハワイで過ごすためには休暇とこれが必要。公募で入選して賞金をゲットするぞ。さあハワイに行くための軍資金を公募でゲットするぞ。天の声さん、今日もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。さあまずは航空券代くらいのコンテストくださいな。アロハ。エミさん、はい、まず最初にお伝えしたいことは対象1点には20万円、うん、あ、これは航空券代が準対象1名様には10万円、うん、すごっ、はい、JACDS 会長賞2名には5万円、うん、ジャパンドラッグストア賞実行委員長賞2名3万円、うん、などなど、合計100作品以上が入賞予定というビッグコンテストです。これはすごいですね、はい、うん、セルフメディケーション、うん、自分自身で健康管理をする、健康づくりをする、これをテーマにしております、はい、今回第11回なんですが第10回の対象、うん、20万円の作品気になる、はい、これ参考にしていただきたいと思います、はい、アプリから今日のセルメを褒められる。はあ、そうか、あの歩数だったりとか。そうだね、健康管理をアプリ。そうか、そうか、今アプリ活用してる方多いですもんね。食べたもの写真撮るとカロリー計算が出るとかね。はいはい、はい、この方は褒められてるんですね。じゃあ健康な、ね、生活を送ってらっしゃるんでしょう、はい、健康な生活を送った上で、うん、対象20万円。いいなあ、いいなあ、いいなあ。何に使ったんだろう。ハワイ。ハワイ派か、いいなあ。いいですね、うん、第9回、うん、対象検温はマスクは持ったママの声。これはコロナ禍でしたから。そうか、時代というかその時の、ね、世相も表してますね。これ何年後かにこの対象をまた発表する時にね、うん、あの時 COVID-19 だったよね、うん、って感じなんでしょうね。そうですよね、はい、第8回、はい、3年前です、うん、対象健康へ俺も地球も後がない。あ、そういうことか。この方不健康です今まで健康でしたけど。そうそっか、割と後がないと。そうですね、まあ、健康って、まあ、温暖化だったりとかね、うん、そういうこともあるでしょう。プラスチックのこととか、はい、で自分もそうですね、後がないそうです。後がないってことは20万円いただいたのできっとハワイじゃなくて、ね、健康管理維持にね、うん、使うべきですね。当てていただいてるんじゃないかなと思います。今健康になったのかなねご連絡ください、はい、締め切りはですね、はい、6月30日となっております、うん、セルメ川柳で検索していただいて応募フォームから投稿してください、の航空券代だけですよね対象とことになってるんですね。そうです、はい、っていうことは次はやっぱりホテル代稼ぎたいですよね。おお、うん、エミさん何泊するつもりなんですか。やっぱ最低でも4泊6日でしょう。なるほど、じゃあこんなコンテストいかがですか。まずは賞からですね。お、はい、わかりました、はい、最優秀賞1名には、うんうん、Amazon ギフトカード10万円分。10万円分、はい、これは10万円分で
ホテル代にはどうなんでしょうかになるのかな。足しにはなるんじゃないですか。エミさんがどこに泊まるかでも変わってきますが、まあ、そうですよね。そうですね、ハレクラとかね、トランプとかどこに泊まるのかにもよりますね。特別賞3名には Amazon ギフトカード5000円分一気に下がります。あれ、これは最優秀賞狙いですね。完全に、はい。教育あるある川柳、テーマは教育に関する全てのあるあるを川柳にしてくださいということで、はい、主催の東洋経済新報社さんからエミさんにメッセージいただいております。あら、エミさん、エミさんですよ。私に、はい、ありがとうございます。エミさん、今日本の教育が大きく変わろうとしているのをご存知ですか。あ、なんとなくわかります。学習指導要領の改定や大学入学共通テストの導入に加えてギガスクール構想に伴い、はあ、ギガスクール、何ですかそれ。これはですね、2019年、令和元年ですかねに開始された全国の児童生徒一人一人に1台のコンピューターと高速ネットワークを整備するっていうようなことの取り組みをしようと文科省が決めたことでございます。へー、はい、ギガスクール知らなかったです、ね、今は一人一台高速通信できるパソコンをと。なるほどね。でコロナでしたからね、リモートとかね。そうか、リモートで、そうですね、はい、済みましたね一気にですね、または教育の ICT 化が進められるなど教育現場は改革の真っ只中にあります。はい、 ICT 何ですか。これはですね、インフォメーション&コミュニケーションテクノロジーの略ですね。難しい。はい、うん、日本語で言うと情報通信技術ということで、コンピューターを単独で使うだけではなくってネットワークを活用して情報や知識を共有することを含めた幅広い言葉、これが ICT です。なんか今話題のね、チャット GPT とかにも似てますね。そうだね、うん、こういろんなこうネットワークを駆使して、うん、とにかく知識がどんどん入ってくるように、はい、もう今の子供たちはねベースメントありますから。そっか、はい、そういう今時代ですと、はい、そこで教育への思いや現場からの声を募る場として川柳コンテストを企画しましたということでございます、はい、特に生まれ育った環境や地域などによる子どもの格差を作らないことを目的としていまして、はい、寄せられた川柳から垣間見える教育への思いや現場の声を生かしてまいります。はい、エミさん、うん、どうかどうかリアルな声を届けてくださいということでございました。任せてください、ね、ありがとうございます、はい、締め切りは7月31日です、はい、教育あるある川柳で検索して応募フォームから投稿してください。前回教育あるある川柳2022の最優秀賞ちょっとご紹介します、はい、マスクして素顔知らずにクラス替え。あ、もう仲良くなる前に、素顔知る前に。そっか、ずっとマスクしてるからね。マスク外そうとする人も少なかったですからね。そうかそうか、はい、やっぱりちょっとコロナが影響しているあるあるになっております、はい、これが10万円分の Amazon ギフトカードでした。わあ、やっぱハワイのホテル代にしたのかなその方いいな、どこ泊まったのかな、ね、うん、どこに泊まったか、うん、ご連絡ください、はいはい、ありがとうございます。さあ、
道インフォメーション。夢相続、曽根恵子の相続 Q&A。 亡くなった人の確定申告どうすれば。亡くなってから4ヶ月以内にします。通常は前年度1年分の収入に関して翌年の3月に確定申告をしています。相続では亡くなった日までの収入に関して亡くなってから4ヶ月以内に申告をします。これを準確定申告と言います。その年の収入が所得税の基礎控除48万円以内であれば準確定申告をする必要はありませんけれども、納めた源泉所得税があれば申告をして還付を受けることができます。夢相続と一緒に相続の達人になりましょう。今までの当たり前がそうでなくなった今、もう一度自分の周りのこと見つめ直しませんか。私は、家族は、地域は、この国は、風土は、文化は、好き嫌いは、美しさは、正しさは、心は、常識は、あなたは、今ある世界は、本当に昨日と同じか。リシンクしよう。当たり前はもう当たり前じゃないかもしれない。今日、明日を作ろう。世界は昨日と同じか。リシンクプロジェクト。お知らせの後、私のハワイでの食事代を稼げる公募情報、天の声さんよろしくね。はい。さあ、ハワイには行けました。で、泊まるところも大丈夫となると食事代を稼がないといけないですよね。天の声さん、はい、どんなコンテストありますか。私の食事代はいくらですか。食事代、食事代、あの、うん、対象ね、あ、対象、うん、対象1点は10万円、うん、もう何でも食べられる。まあ、物価は高いけどハワイいいもの食べられる。はい、うん、優秀賞10点あります。そんなに。はい、ほう、1万円。1万円はい、うんうんうん、入選100点にはこの主催しているひらきの商品券3000円分が贈られます。はい、ひらきひらき、そう、ひら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 、あー、ひらき、あのひらきさんですね。はい、なので靴なんですよ。はいはいはい、靴短冊大賞ですね。靴への思いを自由に表現した川柳575、うん、短歌575-77、または31文字だね、足して、うん、31文字以内の文章で応募してください。はい、短冊にかける文字数ってことですかね。おー、はい、結構自由ですね。ですです、うん、長く愛用した靴への感謝の言葉や靴にまつわる思い出などを表現してくださいということで、締め切りは8月の7日まだ先ですね。そうですね、七夕も過ぎてなんですね、はい、8月の7日だと。おー、そうだね、七夕、あ、でもね、うん、七夕って、うん、地方によっては7月7日じゃないところもあるんですよ。そうなんですか。はい、どこだって聞かないでください。はい、聞かないです。今調べます、後で。下で流れてますから。そうなんだ。こんなところが。おー、おー、ここも。おー、ということでございまして、はい、締め切りは8月7日でございます。はい、ひらき靴短冊大賞で検索して投稿フォームに作品や住所、氏名などの必要事項を入力してください。はい、1人1回につき1作品投稿できます。うん、合計3作品まで応募できますよ。いいですね。はい、うん、今回第14回なんですが、1つ前第13回大賞を取った作品、10万円分ですね。はい、はい、孫の靴しっかり紐を結ぶ祖母、財布の紐は緩みっぱなし。あ、これはいい、これはいい。そう、孫にはみんなね、財布の紐が緩んじゃうってみんな言うんですよね、おじいちゃんおばあちゃん。確かにね、何でも買ってくれてね。逆にお父さんとかお母さんから、もうお母さんそんなに甘やかさないでみたいになるんですよね。いやね、いい光景ですね、うん、微笑ましい光景でございました。
31文字ですよね。31文字です。そうですそうです。これなんか以前知り合いから聞いた話なんですけれども、まあ、ちっちゃかった時におじいちゃんも車椅子だったと、はい、でだからおじいちゃんの歩いてる姿を見たことがないと、うん、で、まあ、おじいちゃんが亡くなってその時に天国で歩けるようになるといいねっていうのでおじいちゃんにその靴を棺の中に入れてあげたっていうエピソード。天の声ちょっと泣いちゃいそうですよ、うん、よかった顔出ししてなくて今もう号泣ですよね。話じゃないですか。なんかいいかなっていうふうに思って。すごいいい話ですね。だからその今歩ける人が履く靴っていうのももちろんねそうなんですけど、うん、今その車椅子とかでおじいちゃんとか、まあ、おばあちゃんだったりお母さんでもいいんですけどいつかまた天国では靴を履いて走ったりとか歩けるようにっていう思いで。いいですね、いい話ですね、うんうん、エミさんいいお友達持ちましたね。そうですね。いやこんないい話なのに、うん、もうハワイだなんだかんだって、うん、まだ言います。言います。あのもうちょっとハワイで豪華な食事がしたいです。お、石鹸川柳、はい、昭和昭和昭和エミさん、うん、いい話の後のこの消せはないエミさん。昭和もう今は令和だけど昭和って感じですよね。変なギャグまで出てきた。昭和昭和。いや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 皆さんチャンネル変えないでくださいよ。チャンネル変えてる人いるんですか今。ダメダメ戻ってきて。賞を発表しますじゃあ、はい、最優秀賞1名には、うん、旅行券。えちょっと待ってちょっと待って。え旅行券5万円相当。旅行券5万円、ちょっと待ってよ、わけわかんなくなってきた。これハワイに当てた方がいいのか、いやでも食事代に当てた方がいいのか。いやいいんだ、食事代ですよね。そうだそうだ、いや食事代だから旅行代に当てればいいんじゃないの。どっちにしても航空券とか買うときに。そうですよね、はい、なので最初にご紹介した賞金は、うん、チケット代というよりもチケット代の足しにして、うん、でそうか豪華な食事にすればいいのか、はい、OK OK。すごいですねこの、うん、前のめり取らぬタヌキの皮や残用的な坊主の達人。いやだってもう取ってる取ってます、はい、取ってる、優秀賞3名には旅行券1万円相当、うん、入選20名には石鹸の詰め合わせです。まあ持ってって向こうであのあそうそうそうあわわしてください。そうあわわしますホテルで、はい、石鹸川柳テーマは石鹸と私です。ほう、はい、石鹸の香りに触れた時のホッとする気持ち、うん、あるいは家族への感謝、懐かしい思い出、うん、石鹸の魅力などなど、うん、石鹸をめぐる気持ちを何でもいいので表現してみましょうということで締め切りは6月30日です。はい、はい、石鹸川柳で検索してこちらも応募フォームに作品を入力してください、うん、1人1点までと。厳しいですよ。1点突破してください。1点突破だそうです、はい、本当に。石鹸川柳なんですが前回の最優秀賞、うん、旅行券5万円相当の方ですね。ハワイ行った方だ5万円ハワイかどうか分からない決めつけない決めつけちゃダメそうかそうかそうかいいですか、うん、最優秀賞進まないんだからハワイハワイばっかり言われると最優秀賞はい、うん、ウィズコロナ腹立てないで泡立てよう。うまいうまい座布団3枚3枚ですか、うん、座布団これうまいですね、はい、腹は立てずに泡立てると。そうなんです。あはい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 かけてるね。うまいね、うん、達人の道インフォメーション。これまで達人の道で特集してきた達人たち、
その達人の今はどうなっているのでしょう。フローリングの生田、山ちゃんのフローリングっていいな。教えてください。フローリングにはツヤがあるの？フローリングにはツヤありフローリングやツヤなしフローリングがあります。ツヤありは種類が豊富で、キューブツヤから 0.5 ブツヤなど様々です。ツヤありは床に光沢が出るため、お部屋が明るくさらに高級感が出ます。今主流となっているツヤなしはマットな質感でしっとりとしており、空間をナチュラルにしてくれます。ツヤの違いで空間の雰囲気がかなり変わるので、お好みのフローリングを選んでください。フローリングの生田がリクエストにお答えします。皆さんもフローリングの達人になりましょう。お知らせの後はもうハワイ旅行は十分軍資金貯まったのですごい自信だね。ここからは気軽に応募できるコンテスト情報希望。もうね、川柳がっつりやったんで、なんか違うジャンルの公募情報希望です。はい、わかりました。ではネーミングなんてどうですか？いいですね。さゆみさん、はい、商品は、うん、甘エビです。甘い。もうね、うん、現金化できなくてもエミさんも気にしてないと。まあ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 、もういいところですかね。甘いです、はい。うん、福井県の三国港朝市開催時に甘エビを中心に季節に応じた旬の海鮮丼と炊きたてのご飯をセットで提供している三国港市場、はい、この食堂の愛称をただいま募集中でございます。めっちゃ気軽ーネーミングですからね。はい、はい、応募用紙をダウンロードして応募する必要があるので、三国港市場で検索して、応募用紙をダウンロードしてください、はい、締め切りは7月の31日です、うん、まだ大丈夫。はい、大丈夫ですね、はい、この福井県の地方卸売市場三国港市場は令和4年3月にリニューアルしました。その三国港市場は水産物などを取引し、小売店、外食事業者、加工業者へ販売する拠点となる地方卸売市場です、はい、ところがですね、うん、豊洲のような場外市場を持っていないため、うん、一般の方がこう入ることがなかなか叶わない、うん、あら、そんな場所なんですね。あらら。でも、うん、それじゃあよねっていうことで、毎週日曜日、ちょっとね福井県寒いので冬の期間は除きます、毎週日曜日だけ三国港朝市を開催して、その市場で先ほど言った美味しい旬の海鮮丼、炊き込みご飯などいただけるという、この食堂の名前を考えていただきたいと。なるほど、食堂。なので、商品の甘エビは、はい、この福井県の三国港の、うん、もう大人気商品、とにかく甘エビです。甘エビ、とにかく。福井も なんならそんな感じですよ、きっと。もう和気あいあい江戸と、仲良し江戸と。こんなにハワイがかかってないと適当にやりますか。残念なんで一番。
次回達人の道は東海道散策の達人神奈川塾編。私から始まった令和のヤジさん北さんの珍道中、神奈川のヤジさんは誰？